明しよう。昨日の夜お部屋で飲んでいた時に、私が買い出しに行っている間、マネタクとライプニッツが正規の大喧嘩をしていました理由は単純です。二人ともバカみたいに酔っていたからですに夜ごめんなさいっていうお手紙を置いてっていうとこからです。まず一番、ちょっと昨日から頭にこびりついてる言葉があって、ごめんね。いやでも俺は一個だけでもちょっと言わなあかんのがあって、めちゃくちゃ申し訳ないです、ね、ライプがね、部屋で丸田くんに当てて書いたごめんねの手紙、これを下書きとしてね、清書してこれちゃんとした状態で部屋に持ってってたね。ライプ、そうだ、ハッシュタグへごめんなさい。これは形式的な謝罪ではなくて、本当に心からごめんなさいと思っています。発射が起こっていることに最後まで気づかず、いわゆるノリが続いているんだと思ってしまっていました。これは俺の鈍感さ、そして非常識さによるもので、発射が謝るべきところは一つもないと思います。悪意を持っていたわけではなくて、ただただ酔って変なことを言ってしまっていたのだということを伝えたいです、うん、俺はまた発射区と飲みたい。ライプで、ちょっと僕がちょっとこれを見て手紙を切れ端やけど書いてきたんで、ライプ、ふざけすぎだな。昨日はごめんなさい。俺もノリの範疇で言い合いをしているつもりだったのに、まあ、だんだん自分の方がディベートや議論が弱すぎて、途中から本当に悲しくなって変えるって言い出したんだと思います。本当に大人として情けない。その後一人残してしまったライブの気持ちを考えると、非常に申し訳ない気持ちでいっぱいです。もし願いが叶うのであれば、ライプともう一度飲みたいです。マネタク、どうかな、お互いに近い下この字だ、ね、レモンジャブックで見る丸文字、ね、丸いこの、どうもらった、俺もやっぱりでも橋田君がごめんっていうのは心苦しいというか、橋田君もまあなんか謝ってくれたことをなんかこうあれだけど、橋田君にごめんなさいのとっていうのはごめんねって怖かったよね。怖かった。残像がすごいの、ライフさんの顔の残像が怖かったのがちょっと残ってるそう、残像として残ってる。いやでも最後こう楽しくするべきやったところを、そうだね、変えるって言い出してこうシビアにしたのが、まあでもお互いで、じゃあごめんなさいでいいのかな。じゃあ俺、でも俺は俺が悪いと思ってるけど、いやもうそう、いやそちらはもうぶっちゃけ謝らなくてよくて、あそれはね、でも最後のさ、お互いの一文が一緒だったね。飲みたい、また一緒に飲みたい。もしそれは、じゃあやるか。やる、今日ちょっとじゃあ申し訳なかった、
やるか。やらせていただけるんですか。飲み目なし飲んでいただけるのかな。そのセッションが話したけど、いやいや、ほんま申し訳ない。何で言い合いしてるかわからんのに、すごいライプがずっと優勢で、うん、逃げ場失うくらい、うん、ライプが口強すぎてで、俺もう最後の反撃やと思って帰るって言って、あの女の子みたいで可愛かったよ。いやいやもうそんなに謝ってくれないなら俺帰る。そう、うん、今謝ってくれるなら帰らないし、うん、みたいな話も言ってたね。言ったら、うん、ライプがさらにこう、俺大嫌いだよ帰れって言ってた、うん、で俺大嫌いだよ帰っちゃえって言ってたよ。もうライプがやばいよ。でもあそこで本当に帰ったらダメなの。これはもう俺がある。帰ってくるっていうノリだったのに、そうそうそう、ガチ帰りしてブチ切れてたからね。いやそうね、大嫌いで帰れ、うん、言ったのを今思い出したんだけど、うん、大嫌いじゃないよ。分かってるよ、うん、じゃあちょっとキスだけしよう。仲直りのキスだけしよう。こういう時ちゃんと歩み寄らなきゃダメだ自分から。いや今後もじゃあ仕事仲間として、飲み仲間としてN 曲の元相方として、そして何より最高の友達としてこれからもよろしく。本当に何度謝ってもなんか謝りきれないけど、昨日は本当にごめんなさい。で本当にあのライプが思う以上にこれからも最高の友達でいれたらと思います。フラッシュたかれた。解決だね。昨日飲んでなかったから。そんなことない、うん、めちゃめちゃ飲んでた。まあ今も飲むし、うん、昨日も飲んでたし、うん、で、うん、なんかコーラとか頼んじゃうから、うん、やっぱそう、うん、そういう人なんやなって思うわ。確かに、ね、ほら、もう飲むから。ほら飲んでるってことね。うん、ほら、まあ、口つけてないけど、きつそうならいいよ。全然全然、口も減ってないけど、きつそうだったら。まあでもまだ昨日俺の方は飲んでたから、うん、あんまその感じよく飲んでたらあれだけど、そっちがね帰る。あ、手紙増えるだけ、手紙が増えるだけ。